はい、じゃあ今日は紅白戦ってことで、じゃあチーム分けですね。じゃあ新谷さん、リーダーいきます？帰るのはダメです。じゃあ新谷さんと、まあ今日は偶数なんで、はい、新谷さん100円です。100円です。あと坂本さんも100円お願いいたします。新谷さん100円です。じゃああと リーダー希望者おらず希望者おらず。はい、じゃあリーダー固定、じゃあ固定うねにする？え、あ、拒否られた、拒否されましたね。あ、じゃあ山本さんとお茶丸くんどうすか？え、前やった？やったか。いや、若い世代に今断られたんですよやりましょうやりましょう。あ、参加費安いなってねえ。いや、それでも渋られるんですよね。でも毎回ね、大会形式が結構決まってないんですよね。はい、新谷さん参加ですよ。you
じゃあ今日もキャラは自由で、2キャラで自由、先方だけじゃあ申告してもらって、あとは自由。宮さん入ってますよ。あ、はい、ただいまチーム決めをやっております。うめですね。ともさん現る。じゃあ20にしますか。ニアさん本当に出ないんですか。あー、じゃあ今日はダブラリ禁止で。今日はダブラリ禁止ですね。はい、ともさん来ましたね。じゃあなんだかんだで今日は参加人数20人に なりまして、10対10ですかね。じゃあ2キャラで、じゃあ2キャラで、2キャラでエキシビジョンなし、うん、でいきましょう。そうっすね、あまり遅くなるとね、まあ帰れなくなっちゃうとかもありますからね。
はい、チーム決まりました。いや一応読み上げていきましょう。 1P チームが、バイパー、 A4、 お茶丸、タコ様、杉、ハゲ、長州、コテ、金子、友座ですね。これ 1P で、 2P チームが破天荒、ウネ、カワシム、山本、闘魂、坂本、中島、エクスパー、ニーヤーともって感じですね。今日はあの順番とか決まってないんで、あのどんどんかぶせてってくださいね。先方だけはまあ深刻にしましょう。リーダー対決、直接対決をいきなり。はい、皆さんあの自分のどっちかあの見ておいてくださいね。始めましょう。じゃあ、先方はお茶丸くん対山本さんへスタートでですかね。今日はあの2回、1人2回、1人ライフ2でサクサクいきましょう。さあ、今日は実況しそうな人があまりいないですかね。さあ、A4 が大山に帰ってまいりました。さあ、これ、最初の試合はお茶丸さんと山本さん、そう言ってるうちに2択でピヨッタ。今のってひよこだからダメだったけど、なんか星とか天使はいいんすかね。なんかいまいち分かってないですけど。お、いいビンタですね。こういう一個一個で飛ばして、あ、この水中ダイバン強いですね。さあ、棚に入って、さあ乗っかりダメだった。さあ、お茶丸選択さん的にはあれ乗っかって大位置を決めて、さあ乗っかれるか、かけず削っていく。おーっと、戦列に入った。さあ逃げる、外に、おー、ワンチャン許してしまった。そう、ホンダがね、リードしてたんですけどね。リードしてるけど、普通に投げ一発で解ける体力があったんでね。さあ 1P 側、次は誰でしょうか。相手は山本さんのチェンリーですが、1人、2ライフらしいんで、まあ、ここは
サブキャラを使うのが良さそうですけど、ガエル空気の読める範囲でメインキャラ2体 OK らしいです。まあ、緩い空気なんでね、お、ベガ珍しいですね。さあ、ワンチャン通した。おっと、投げだった。受け身取れずに、さあ、ジャンプ大キックは結構浅くの方向だった。これね、ベガ使ってると分かるんですけど、 1P2P 入れ替わってから相当めくりの性能変わるんで、おーといってうちに強気なショーキック投げ。この遠距離ショーキック当てて投げ、かなりすごい百裂キックのなんか下の判定で対空してるんですけど、さあここは3ヒットを超えたいですね。固めモード、この端の固めがきついんです。ここは逃げてくる、対空。さあヘッドプス出ない。普段タメキャラ使ってないからこういうところでボロが出ますね。おお、ワンチャン、ワンチャンあったと思うんだけど、おお、3回目。おー、すごいな、チュンリによく当てたら、あでもこれはダブル KO。 そもそもあれ、チュンリにあのめくりがコンボ入るって珍しいんでね、俺もびっくりしましたね。そこしよう、実はこの橋を追い詰められてからきつい。一回前離して、さあ二択っぽいが、あーでもここダメだった。さあ一回、お、投げで割って、投げどうなる、最後まで投げ、どうせ出ねえんだろうみたいな感じの投げでしたね。さあ、このゲーム出ない読みが非常に重要です。ここテンション出ないんじゃねみたいな感じの投げが非常に。さあ、次側うね S 流。さあ、若手は結構なんか S キャラを使う傾向が非常に多くてですね、確かに分かりますね、この S キャラっていうのはやっぱり昔のスト2のやっぱり匂いがしますから、そうやって結構ね、そういう匂いって結構若者に受けるっていう傾向があります。ただうおー、ガラジャンプ投げ。さあ、アントミやってなかった。さあ、あとさあ、2ヒット、2ヒットだったら繋がったということは、一応ベガもなんか投げがなんかオフシラっぽいんですけど、その投げがなんかボタンのタイミング悪かったっぽいですよね。さあ投げる。さあ残儀使いなので投げには非常に、うわ今の惜しかった。あそこは近距離ショーキックでギリギリ繋がってましたかね。さあ受ける。さあ上が乗っかった。さあ、かなりアクロバティックな展開となっております。このゲーム差し合いどうこうとか言う人もいるけど、すごいなんか空中飛びまくってますよね。やっぱね、キャラクター何選ぶかで全然ゲームが変わってくるんで。さあ、ハゲさんがダルシム。さあ、かぶせとしてはかなり悪くない。お、危ない今のあれやばかったんじゃないかな。お、ピョンと、ここでピョンの。さあ、コマ出ない。おっと、おお、よし。さあ、S 流なんでね、体力リードして、あとはダルシムにリスクあることをさせてカウンターっていうのが流れが。さあ、この空達2分の1ガード不能っていう話で、ダルシムは結構ワンチャン死ぬ可能性もあります。
さあジャンプダイキックはパイク潰す。さあ勝利置いといて、さあこれ、ね、波動拳がね、お突然飛んできた。ヨガスマッシュ。さあこう波動拳がね SB 強いんでね、ここはさあくぐり切れず踏んじゃう。 SB はとにかく波動拳の出が早いんで見てから対応するのは難しいですね。さあお次はこれは杉さんの S 竜、アイスバイソン、アイスバイソン。このキャラはね非常におすすめのキャラですね。 S バイソンはねこれから格ゲー始めようっていう人に非常におすすめの。昇竜出させて確定取ってくる。 S バイソンはですねもうこの小ダストでビビらせるっていうのがまず重要で、 X に慣れちゃうとちょっと面食らうんですけど、あとは転ばされるとちょっと、おおすごいダッシュ竜、わすごいバイソンにめくりキック入った。あれ、リュウダ難しいと思うんですけどね。さあ青財布のザンギが、まあ、長州さんのザンギ風。お中段とかやってく、あ今ちょっと待ってスクリューとかやってましたね。処理からあ逃げていく、おコパン。今のは青サイチョップが出ないけど青サイコパンみたいな感じの。これ S 級だとどうなんだろうな、まあ足払いの判定が S 級強いのと、あと波動拳が発生早くてかなり見てからは対応しづらいですね、ザンギも。さあ、飛びをジャンプで避けていく。格ゲーっぽい。さあ、この竜巻、全体モーションが短く感じる。ショーもチューもダイもですね、全然 X と違うんで、出してるだけでネタ勝ちもありえますね。さあ飛び通って、さあアッパー対空伸ばして落として、あここは大事とく。さあ落とせずぐちゃって、さあ落とせなかった、どうする竜巻どうなるか、近づいていくが、あー波動拳。さあ竜巻で相当借りましたね。どうしましょうかね。さあ次誰が出ますかね。とりあえずまだ一巡してないですね。
空気を読んだレベルでメインキャラ2体でも大丈夫です。下がっと下がったでも別に問題ないです。お、サバキアンのエッサが出る。まあ、別にメイン2体でも別に何でも OK なんで。さあ何すんだ。さあコテケン、さあコテケン初めて見るな。これ X 流体ね、 S 剣ってたまに見るんですけどね、逆はこの中で見たことないですよね。ただこれ S 流の波動拳がね、相当大砲みたいな、おまけに出も早いんで、ちょっと普通に打ち合うだけだと。さあじっくりじっくり前に行くが、お、つかして投げる。わーっと今のはちょっと昇竜待ちかな。まあでもこのゲームガード投げ強いんでね、困ったらガード投げってやっとくのがやっぱりこのゲームは結構安定なことが多いです。さあこれね、 S 流のね大キックがすごい減るんでね、ちょっと遠距離戦は、あでも踏んだ、奥重ねてくる。S 流は、あと S 流は昇竜拳完全無敵ですね、上昇中が。なので X 剣の昇竜拳のタクは勝てなかったりしますね。さあアウトボクシングだけで、さあこれ飛び通ったと思ったけど通んなかったな。ただこの体力利用された時に実は S 剣、 S 流ってのはちょっと成功法だと逆転が難しいですね。さあコテケンはジャンプコマン飛んでくる。さあ一文字、この一文字がやっぱ X 剣は結構使いやすい技。しかしこの大キックが減る。お、いい感じに台下がって、どうする。さあ一文字が燃やされて、さあこれはちょっと危ない。あ、踏んでしまって、勝利拳出ず。さあどうしましょうかね。何でも OK です。さあ金子さん、金子さんはチュンリー。こうガイル使いが使うチュンリーってのはもう結構基礎がもうできてますから、もう使った段階で強いっていうイメージがあります。さあ踏んでしまう。おお、勝利軽い。あれ後方回転逆は結構判定は強くないっぽいですね。あ、受け身取れず、おお舞い上がっていく。すごい舞い上がりましたね今ね。おお、なんか今の当たり方、そうなんかね、 S 流とか S 剣の空達ってね、変な当たり方するんですよね。 X ではありえない当たり方があるというか、ちょっと判定が変なとこあるんですよね。さあ完全にウネワールドに入ってますよ。ウネワールド、うん、もうこの前行くと一巡しますからね。あ、元気いく。そう、入った、どうする。さあ今のはステンレスになったのかな。おお、波動拳、やっぱ手が速いですね。さあ勝利拳、
さあこお今のね大竜巻は2回転しかしないね。それも攻略しないと結構最初は。さあコンボはミスってどう暴れる。さあ飛んでくが踏んでしまう。さあ竜巻がちょっとアントビ失敗か投げか。おお抜けた。さあつい打ってしまった。ここでなんとかうねくんの現象がストップ。さあ 2P 側はさあ 2P 側はこれかなり今余裕があるので、おエクスパー、あこれ竜なんだ。エクスパーがさあ竜、個人的にはなんかダルシムを使うのかなと思ったんですけど、昔はダルシム使いでしたからね。おさあ、さっきからこう竜巻でこうなんか突然やっていくみたいなのが結構効果的になってますよね。やっぱね竜巻ってのはね結構竜と戦うときは多少くらいなりとかないと対策が難しいんですよね。おお真空ちょっとね元キックがね多かったんでね、その辺のリスクありましたね。おおしゃがみダイパン、チェンリーのジャンプ中キックってのはこう真下にはそんなに強くないはずなんで、下から突き上げる技だったら相性が取れるかな。さあお互いゲージ溜まったで踏んで、おおでも今の竜巻はなんかテンション潰すこのタイミングでしたけどね、そういうネタもあるっぽいんで。さあこれね真空どこで打ってくんだっていうプレッシャーがちょっと今感じましたね。さあ抜けられず、今のは小波動拳だったな。さあエクスパースペース、そうこの竜巻がね突然来るとね無理ですわ。うわー出た、今のは天照潰しかな本当に。さあ気づけばワンピ側、これバイパーさんとか行きますか、ガイルとか。あそうですか、わかりました。じゃああとは友田さんか俺かどっちかが。さあ友田さんは何使うんだろう。おバイソン、やっぱりサブはバイソンですかね。これでどれくらい星取り返せるかでこの攻撃をしょっぱいかどうか決まりますか。さあ今ちょっと高め打点はちょっと打ち切りだったかな。お埋めていく、あのジャンプコパン、しゃがみコパン、おー確定、今の確定です。うんで、その前のジャンプコパン、しゃがみコパンからのグラウンドもあれちゃんと練習しないとね、なかなかダサい技なんで結構ね、やり込み感じますよね。そう、ためギリギリなんですよ、あれもやり込んでないと本当に。さあ、今のヘッドバットでやっていくのもバイソンっぽいですね。さあ、裏いかない、さあ、ギリ溜まる。ただ、俺はね、伊藤龍っていう龍を見たことがあって、あー、でも、くやっちゃったか。まだあそこはでも竜逆転できたかなと思うんですけど、まあしょうがない。
さあバイソンに挑みたい 2P 側の方はいますでしょうか。さあ 2P 側の方どなたか1巡目なんでお気軽に入ってください。別に1時目とか決まってないんですけどね。お、中島さん、中島さんのホンダ、ホンダが佐々木屋のはず。さあこれ A4 バイソン対ね中村ホンダで結構やったんですけどね、かなり e スポーツ入ってると思ってて、もうねバイソンがねこれホンダがダメージもらってくんないとね、グランドの削りとかでちまちまやっていかないといけないです。これででも一回こけると相撲が待ってるんで、相撲っていうかレスリングっていうか。しかしここまでは、お、ガードしたか。お、前段ヒットからの、お、今のジャンプしコパンが使った。そう、ホンダのジャンプコパンはねちょっと打点が高いんでなんか微妙なんですよね。なんかね素直にガードするよりもなんかでしゃがみの技で暴れた方がなんかスカッたりすることが多い。さあファイブ溜まってら、さあこかして、お、キャンカンに行ったがちょっと合間が空いた。さあ転がして、おわーっと100回に勝っちゃう。さあ埋まった技で勝って、さあバイソン戦に自信に来どの方が。あの時間が押しているので、緑のボタンを押してください。魔法のボタンです。さあ早速ここでウネガエルが登場。でもこれ勝ったら相当大きいですね。これバイソンがねやっぱり相当ガエルって押し負けることが多いんで、でもここまではかなり、あーっとクレイジーって、クレイジーと同じような感じのタンパンチが飛んできた。さあサマータイク、あ、連携、うわー、あれしょうがないかな。まあそこでソニックでやっぱ追い返すっていうのはやっぱガエル使いだったらそれをやる感じなんですけど、ああいうリスクもあるんでね。さあ、トモザバイソンのこの要所で来るターンパンチがねやり込み感じます。あー危ね、ブランドはガードさして急振れ有利らしい。数字だけ見たら恐ろしいですね。さあこれ逆に、さあしのげるか、しのげるか、おー危なかった。あの体力でもね、ダイヤ失発で死にますからね。さあ開幕シャムイチューパンは結構ガイルのいい手段の一つですね。あーでもこのね、短波がゲージ回収力半端ないんで、さあこのウネガイルここで勝てば相当株上がるぞ。さあとは、お、短波取って、どうする、おーっと中足食らって、中足食らって歩き投げ行ったんだけど、これ X やり込んでいくとガイルの中足食らった後の行動で逆タクするっていうのが随入ってる。さあトモザバイソンの連勝で 2P 側もちょっと、おー出た、カワシムザンギ。さあカワシムさんはもともとダルシム使う前はザンギがメインだったって話も聞いたことがあります。さあコパヘイ、このねコパンの連打力が実は相当ザンギ重要で、おお吸った、壊し空振ってんのに入ったぞ。
逆転できるか。こうなるとお、パンパ上。さあ食らえないが行って、そうこれ一応ガンダッシュアッパー先端で8個パンは一歩勝ちできるが、さすがに足りてなさすぎた。さあちょっと今のところ川島ザンギの置き技が機能してる。お、今のちょっと前ジャンプ打せなかったの、あーこう落ちましたね。お、よかったぞ。おダイヤシ、これがリターンでかいですね。あ、でもここはちょっと様子見ちゃったか。難しい、あそこでね、発祥キックで安全までいけるんだけど。お、どうなる。お、よった、危ない。ああいうとこ思いっきりバイスもね、ヘッドバット出していくっていうのがね、まあ結構大味なんですけど、まあ、あれをやんなきゃいけないっていう時もありますからね。さあ、この5番、おお、ダスト。この上ダストが後々で効くっていう感じですね。8個パンにも IH 以上になりますから。あ、上ダスト、おお、上ダスト。さあ、ドット、はい。さあ、上ダストが機能しましたね。あの技はもともと 2D さんが結構要所で使ってたイメージがあります。さあ、闘魂さん1キャラ目は、1キャラ目、おー、ザンギ。さあ、闘魂ザンギ、ただチュンリー使いが使うザンギって強い説があって、その嗅覚みたいなのがすごいあるんですよね。二択の結構二択状況も割と経験してるはずなんで、ただこのアウトボクシングやっぱりどうしてもね、ちょっと。さあ、このダッシュアッパーもあれは置き出して簡単に負けるんですけども、やっぱりそれ以外に、おー、上来た。さあ、要所で上を出していくことによって相打ち OK と。まあ、もちろん上ダストも、まあ、ラリアットに負けたりはするんですが、ラリアットを出してしまうと今度はグランドストレートが飛んでくるので、さあ下がっていく。うわー、すげえな。さあ、こうして我慢して、おおおお、素晴らしい。あそこでちゃんとヘッドガードして大スキルを決めてるわけです、さすが。結構ね、あそこザンギーね、割とダイヤシとかやっちゃう人もいいんですけどね、やっぱ確定はきっちりダイスキューがいいですね。さあ、これ、お、取れた、取る。オリベスから噛みつき。古典的なプロレス技だった。噛みつき反則、じゃあペナルティー。さあ、どうしましょう。じゃあ俺一回出ますか。さあ、じゃあ A4 さんが出撃。さあ、1キャラ目何を選ぶ。お、ベガ。さあ、A4 ベガ。さあ、ベガザンギーね。かなり、あ、いい勝負でしたけど、膝、ジャンプ中継。これね、立ち回りはベガなんですけど、全然チャンスありますね、ザンギも。一回捕まえれば、一回捕まえれば、
さあ、A4 ベガマッ…おぉ闘魂さんの段に今いいスクリューが高め、ジャンプ中継あ、2P、次はあ、破天荒さん行きましたね。ということはまさかお、S 流さあ、破天荒さんの S 流最近、S 佐賀は封印してるのかな。竜巻、竜巻がね、X 流に慣れてるとこれ竜巻が本当に厄介ですね、S 流の。あ、落とす。あ、ダブル2から、さあ固めて固めて。タチオパン対決、あ、めくりホバーは裏昇竜拳で潰す。うまかったですね、今の昇竜。これは確定して、置き攻めガードして大足返して、さあ時間が、うわー、垂直台形見てますね。ベガはね、対空が厳しいキャラなんですけど、いや、見事な垂直キック。あ、ありがとうございます。お、あ、エクスパーさん2回目。さあ、X 流、皆さんどんどん、やっちゃってくださいね。今日エキシビジョンなしなんで、どんどん出ちゃった方がいいですよ。投げて昇竜拳から竜巻投げ、さあ S 流に次いで出てきた X 流、これね、また竜巻がタイミング変わってやりづらそう。真空2ヒットしてナイトメア、置き攻め、ガードを投げる。投げていく。お、対空波動。あ、中ゴスダイヤシ。つなげていく。波動拳。おお。後ろロケット。そんな単語あるのかわかんないですけど、飛びが入ったが繋がらず、竜巻投げていく、潰れる、中ゴス、あっと繋がらない。真空から波動、さあ、ベガのゲージあとちょっと、あっ、ゲージをためにいったか、あっ、投げたー。いやー、熱かったですね。はい、どんどん入っていきましょう。 あんまり取っておくとね、出番ないまま終わっちゃう可能性ありますからね。どんどん入っていきましょうね。坂本さん来ました。 X 下がった。さあ、ベガ下がった。さあ、橋のダブル2か固め、強力
さあベガには球が打ちづらい。踏んづけられて、まずは A4 ベガ、タイガー、タイガー投げてビヨって、一度とタイガー、うわっ、Xサガットの下タイガーの暗い判定のデカさは異常。狙われましたね。見事狙ってましたね今 A4 さん。伸ばした手を蹴ってきましたね。さあ次は山本さんの X 流、山本さん2回目。あ、どん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 出て入っていきましょうね。なんか玉キャラが続いてますね。 A4 さんに対してみんな玉キャラで挑んでいく。おお、これがうまく不発させたと言っていいのか。波動拳、さあ時間が、お竜巻からシンク重ねてタイムオーバー。さあ最後ベガが瞬間移動したけどそのまま終わり。さあ固めていく、これがこれがベガ、固めて様子見も混ぜながらうまく固めていく。うわー、そして投げていく、固めに対してあの本当固まってしまうとね、投げに行くっていうのはねありますから、固めて固めて、さあ様子見で竜巻をやり過ごす。さあ、燃えて、さあ、これは今、脱出で使いましたかね。投げて、固めて、さあ、ダブル2かと思わせて投げていく。山本さん、さあ、2ライフ、ライフ2つ、失いました。あ、次、2P が次、どんどん行きましょう。出ないと損するだけですよ。もう決着ついたらそこで終わりですからね。さあトモさん来た、トモさんキャラはどうする。お S 流、なんか S 流の採用率高いですね今日は。みんなのサブキャラなのかな S 流。さあさすが、まあ、ナウテの X 流使いトモさん、 S 流も巧みに操っていく。あー、弾の打ち方がうまい。そう、ここね、ここベガほんときついんですよね、波動連打されると。ああもう飛びを許さない。さあ A4 さん1ライフ消失。じゃあ A4 さんに再びお願いします。はい、運がよくちょっと星を取り返して、さあ、ワンピー側はお、ガイル、バイバーさん、X 流とはよくやってるんですけど S 流はどうなんですかね。真空がないんで、そこは
気楽なんですけど、ただアウトボクシングの強さはちょっとミスりがあるんで、さあ投げてくる。これ打ち合いしたら、おお強した。ただダブルにならない。あそこはしゃがみチーパンダブルサマーが得意なんですけど、おお、しかし流れをそのまま持ってきましたね。基本的にやっぱり格ゲーなんでこう単性なんですけど、そのなんか空気というか流れみたいなのがあって、それを絶やさないのも結構対戦の重要なところかなと。さっきもやっぱりコンボミスったけど、その後の流れはずっとバイパーさんの方だったんで。さあ踏ませて、さあここで、お、体力を利用してしまえば SB もそんなに無理はしなくていいのかな。でもやっぱなんだかんだソニック飛んでくるんで、さあお互い即死圏内か。あいつなって飛んだ。さあガイルもやはり要所の要所の読み合いみたいなのがどうしても必要なんですけども、きっちり制しましたね。さあ2がまだ1回も出てない男がいるんですけど、多分1回も出ないでチーム勝とうっていう魂胆だと思うんですよね。これは、お、とうとう動く。さあ山が動いたぞ。さあニーヤーさんの剣。ニーヤーさんはなんか前ちょっとホンダじゃなくて剣をメインにしようかなってなんか言って剣を一時期使ってた時期があるんですけど、静かにホンダに戻っていきました。やっぱり剣がね、その確かにこう触ってる時のねこの楽しさはあるんですけど、どうしてもね、おおそれ打っちゃうかね。でもね、レッパもやっぱ着地の隙間さ考えるとパナスの結構ね強いですよね。出も早いですし、巻き込んだらもう試合終了ですから。おーっと、歩き勝利。今の波動拳を効かせておいて、おーっと、すごい素直にウィックが、これは普通にサマーで跳ね返ります。さあ確定ミスって逆に、さあ端に追い込まれて、おスタブ引っかかって逆転空対空、これ KO できなかった。おお、ここもやっていく。やっぱ剣はどうしても飛んだ時に地上のガイルに目がいっちゃうんですけど、あそこで空対空がやっぱりいきますね。まあ、剣側も空対空対空とかそういう卓もあるんですけど、なかなかああいう状況ではそこまで。さあ大志暴れる。おお、どうなる。さあこの竜巻は要所でカスヒットしてからの流れがいい。地上から行く。どうする、削る。一応あれもレッパで2回目のサマーに割り込めるっぽいんだけど、厳しいか。さあ気がつけばなんかワンピー側がちょっとリード。さあ 2P 側、
さあ 2P が降参をするという手が格ゲー史上初めて途中で折れるというチーム戦で個人戦なら分かるけどチーム戦で折れるってやばい。ここは降りた方がなんか安く済むんじゃないかっていうそういうなんか新しい流れが来てます。さあ破天荒さん2巡目の竜、さあすごい勢いで後ろに逃げていったから逆にダメージにされる。さあゲージもおーいい昇竜置いてやる。あ今のは波動が稼がれなかったか、飛んでいく、避けられてどうする。おお竜巻、俺はこれで決めるんだと。さあ裏剣入る、あれ何今の当て方珍しい、地上着地してから当たったぞ。なんかやったのかな、バックスバットか打ったのかな。さあガイルで流線大好きなバイパーさんをこれ破天荒さんが止められればかなり難しい。飛び入る、さあ真空打ってしまう。お、さあ流れがいい、しかし一回跳ね返されて相打ち、安全なコパンからの大きなのは、おお大釣りが入る。さあ今大勝利出ないか、ダッシュかすって、橋まで行ったか、ちょっとおお今のもちょっとお竜巻反応して、さあ真空があるがやはりシラフの状態から当てるのは難しい。あ踏んでどうする、大シャドウ打って削れて、おお思い切っていった。今のは多少近いからという理由でのパナシだったと思いますね。さあ多分これニーアーさんが出てきたのはなんかガイル戦が楽しそうっていう理由だけです。さあこのニーアーさんの重いところは いろんなこうお置いてますね。さあ膝流れがすごいですね。うわー止めるかそこ、はい、こうニーアーさんのホンダのすごいところがその飛びをやった時とかにこう落とされるんですけど、落とされ方がね実はその後に生きてるんですよね。その相手にいろいろ、あーっと今のはあソマがちゃんとしっかり打ってましたね。さあこれありとあらゆる手をニーアーさんは使って振り上げてくるので、なおかつ触った時のリターンもちゃんとハメの連携とか持ってますから。さあ隙があってここは一回我慢、さあ乗っかって、おお今のはサム当たんねえんだ。乗っけてめくり、さあ本田がよりと、めくった瞬間は本田より、はめてる時も本田よりですね。さあここはタコ様がメタルの精神見せてきますね。これヘビーメタルに近い精神、本田見てからザンギ何クソとしかし相手ばっかりかっこいいもんさせないと、戦慄の膝小僧が来ました。
まあ、完全に本田が懺悔の土俵で戦ってる。さあなぜか懺悔が本田にやられやりに行かれてるぞ。酔ってるぞ。はい、実際ね、あの懺悔でホンダにはめられてなかなかないんですよね。さあ杉さんのガイル、これ膝小僧のね、ハメ知ってるとね、あん、お今ギリギリのとこ過ぎましたね。お、繋がってないが、でも当たればよし。やっぱ画面中央のね、ハメ考えるとなるべく画面中央には痛くないっていうガイルもいいんですけど、端は端で結構やっぱりホンダもいろいろありますからね。スタッフタイプ踏ませて、少しなかなかこういう状況でも新谷さんを相手にするのは結構やっぱり怖いものがあります。さあこういう、そうこういう一回取ればね、いや引っ掛けた、あ、失って、しかりこのナイフ、さあ来た、おお鬼武装が負ける、大一応して角は、おお、ああ、やった、ダメだった、今のはガイル側もう一回ジャンプすべきでしたね。今地上に行っちゃったんで、すかさずまたジャンプ入れっぱにして大いちょうを返しなきゃいけなかったと。さあ出ました、同キャラお茶丸さんが、今回バルロクは使わないでホンダで行きましたね。まあ、相撲が痛かったと。しかし相撲の道は険しい。あー削られたよ。今のあれ割れんのかな、無敵技で4回削られたけど。さあ頭突き打っていく、ぶちかましていく。さあおお、全然のけぞんない。高めからの相打ち、あ、くぐったけど今のはで、やってるうちに、うわー、今のはちょっと合間を開けたと思いきや、なんか下段がレンガっぽいタイミングだったんで。さあニーヤーさんが嫌な顔してる。金子さんのガイル、さあこの血管で潰して、もし上は通さない。やっぱりホンダスが上を捉えちゃうとガイルもあっという間に死んでしまうので、上だけはって感じですね。お、今のオカマ切りに中足が差し貸しになった。あれ難しいんですけどね。さあこれまで、お、危ない。今のジャンプ中キックスモープレスの連携はあれできるだけで飯食えますからね。お、ガード、多分あそこは、おお、あの鬼武装のね、合間にサマーで割り込むのもなんかそのちょっとタイミングがずれる時があって、間違ってサマーじゃなくてダウンとかしちゃうと危ないんで、あそこはガードもいいですね。さあ、あの百貫落としは上段技で落とすのが正解。ここまで来ると相打ちでも OK。これ、おお、今一瞬止まって歩き投げ行きたかったんですけど、さあゼロ、どうする、おお惜しい。さあ新谷さんめっちゃ悔しそうですね。せっかく気持ちよくなってたのに、もう
スーピー側は金子さんのガイルを止めるのは誰だ？お、なんかガイル同キャラっぽいか？もしくは東光さんもいますね。あとトモさんちょっと悩んでる様子。お、これ本当に中島さんが行くのか。いや、ここはちょっと待った。あ、川島さんがいましたね。これ川島さんが止めないと結構もう危ないですね。さあ、ダルシムが残ってた川島さん、ガイルをメインにするということはこのハゲをどうにかするっていうことですね。やばいハゲ2人いますからね、このゲーム。どっちもやばいんです、ガイルは。おお、対空インフェルノ。さあ、秩序に秩序をかぶせるモードで、あるとすれば、お、フィット、なかなか続かない。ハイキック来た。おっと、今のはジャンプ中級入ったが小づかれる。結構ね、ガイルもね、そのダルシムが振ってる技が何に潰されるのかとか結構見ていく必要があるんですが、おっと今のはあれ、サマーまで入れるのはちょっと厳しかったか。ああいうワンチャンがね、大事なんで。さあ、ハイキー持ってくるな。基本的にこのしゃがみズームが鉄板で、まあ、これしゃがみズームがあんまりこう効かないと思って、もう投げ、しゃがみズームが効かない場合、おー、空対化して、さあ、ここで暴れる。発生3フレーズね。おお、そこを打ち切ってくる。あ、見てる、ユンピを見てたよ。おお、しゃがみ、タチコパンからのダブル様。まあ2回目が当たればもうゲズなんでね。しかし冷静になるとちょっとまずいかも。ああいうダブルズームとかハイキックとか、あの辺はサマーで枯れますんで。さあ、必要なズームパンチ、下段。うわ、たまに飛んでくんだけど。安定削りから、あの削りもダブルサマーがないとガードソしかない。お、クルタイクか。あ、うまい、タチコパンをしゃがみ出て投げ返し、角取って痛い。あれでもちょっと痛いか。さあ、今のショー乗りはちょっと、おお上から乗っかっちゃったよ。あれは、まあ、状況的にはダルシムの投げ返しが入りますね。あのジャンプ中盤、あれ高めだ、でも一応しゃがみ中盤につながりになってますから、ガイルは。まあでも、いやー、持ってきましたね。これはもう結構硬いのでは。いやー、今のは良かったですね。
まあ、ジャンプ中盤実はあれダルシムに対してどんなに高め打点で当てても下上中盤つながるんで実はサマまでつながります。さあ同キャラ中島さん、これ止まんないと厳しいかな。もうさあフグゴン投げる、一応これにはこれがあるんですけど、それも大事だけどやっぱりソニックを打つのも大事。さあ金子がいる、これが柔道だと、これが日本で覚えた柔道する。さあスタブのスカイにしかし、ここまではお差し返し、まあ、差し返しって言ってもなかなかこの中足にね差し返すってのはなかなかガイルも足場合がそんなに発射速くないんで、おっ使った、あちょっと痛いか。さあ中島さんこっからまくりたい、まくりたいが、おっ腹ジャンプ、今のダイヤシ2回転目どうする、打つどうする。さあ今のね、今のソニックガードさせたの大きい、下がる。さあソニック出ない、さあ燃料が消えてきたぞ。ソニックが出ないから今日の大会は中止とかはいかないんで、あスタブ、スタブが勝ち合うのかっこいいな。スタブはあれ遠くでなんかできないのかな。スタブってあれ差しなんか空振らせてて裏剣とか入るのかな、まあ、難しそうだけど、まあでもそれをするぐらいだったらスタブしてソニック行ってスタブしてるのがいいかな。さあと金子さんがもう大踏んだ、これは決定的か。あーでも10秒、はい、さあ 2P チーム残り 3人ですね。坂本さん、東根さん、ともさん、さあと金子さんを止めるのは誰だ。お、坂本さんいった。やっぱサガット使いはやっぱりガイル戦はねもう肝ですから、まあ、こういう舞台でこう、なんだろう、やるっていうのもまた大津かなと思います。サガットガイルはこの2人の対戦結構見てるんですけど、やっぱ金子さんが推してるイメージはありますが、ただ坂本さんも球打ちうまいんでね。さあ金子さんは前に行ってダメージを奪いに行く、今の壊し中足もねちょっと嫌な連携なんですよね。さあもうあっという間に硬い、あれ間に合っちゃうか。おお、今のは垂直が入った。あー今のあの垂直ダイパーがね突然来られるとね判定の固めなんで、グラディウス3ぐらいありますからね。さあ端を追い詰めて、これきつい、もうガイドの鉄板モード、おーっと入って、これ投げ、これ投げがね結構いい間になるんで、サガットのペースで飛ばれてか、おさあソニックガードすると、あー確定取ってく、
今のタイガー兄が中華大やったのかな、ちょっとモーションが大きすぎてバレてしまったって感じ。ショーで打っとけばまだごまかし効いたかもしれないですね。さあ副将が闘魂さんのチュンリー、もしキャラパワー考えればここからでも十分。おお、足払い連携を天翔で返してくる。この天翔脚って技の最大の強みは何といってもそのあれで跳ね返すことによってもペースが一気にもう逆転できるんで。おお、いいトルネリ2回目。さあ打っちゃう、おすごいちゃんと、おお確定取っていく。あれ目の前の戦列空振りに対してちゃんとサマーで隠してるのがかなりすごいですね。まあ、ああいう状況は多分経験してると思うんですよ。さあピオリーチだったが、ここはしのぐ。ああいうピオリーチをしのぐのも X のまあ醍醐味というか。さあ打ったが体が後ろに流れて相打ち。さあ乗っかっていく。さあ前に圧かけるが、おっ投げる。さあ圧が効いてサマーを出させる。チュンリーはやっぱりニュートラもそうなんですけど、この歩いた時にあんまり位が前に出ないのもいいですね。ちょっとやそっとじゃ、そうか顔は前に出てるんだ。でもなかなかそれもね、まあ裏剣とかですかね。裏剣とか、さあ乗っかって、さあ入れ替わる。これ入れ替わるとねガイルの、おまた入れ替わって、入れ替わっちゃうとねガイルのめくりがちょっと弱いんでね。さあ投げ返す、投げる。さあこう歩きで、おおうまい、うわーすーげえ吸った。さあ闘魂さんが川猫さんを止める。じゃあどうしよう。おハゲさん、いやチュンケイオン、これ店員のハゲさんがこれチーム戦締めるって今まであったんですかね。あ個人的にはハゲさんに締めてもらいたいです。おフェイロン、ハゲロン。さあ昔はフェイロンチュンリーといえばもうチュンリーを倒せる、まあ、そのキャラの一人としてフェイロンは挙げてましたが、まあ、なんだかんだやっぱりあのクラゲがちょっとねシステマチックにきついんで、クラゲの大変さはねちょっとキャミーとかブランカよりもフェイロンの方がね。そしてこの今のところ落とせず、おあーっとボタン押しちゃった。さあ光ってるけど押し込んでしまって、あ今のは一発当てなんで一応投げかく、ファン飛びでお釣り。さあ一気にもうダメージは蓄積しまくってる。おお見てる、やっぱレッグで突っ込んでいくのがねやっぱりあのあーされるときついですね。ヒデさんの勝てだと。じゃあチュンリー戦に自信に行くや誰だ。じゃあ長州さん行きますか。さあ長州さんがどこで、おっ開幕ジャンプコマ行く。さあ引きずり投げ、普通に君取れず。さああるぞこれ、おーっとラロコンなさいって、あー今のは逃げ足にしまってしまう。あそこは何がいいんだ、お打ってしまった、怪しいガードして相打ち。
違いないが、押していくが、おっどうする、お互い危ない、あー、チラシさあ、あの当て方だともう勝利も間に合わないですね、勝利も間に合わないし、いろいろ間に合わない、さあ、現状、おっ、お釣り失敗して、たまに中小流拳打つと、ああいうことがあります。さあ、落ちない、さあ、小足先端から歩き投げ、削り、あの小足先端当ててからはなんか外足まで行くのがなんか流拳多いんですけど、それを多分意識してると思って踏み込み投げですね。ここまではさあおお、ジョンジ、なかなかチュンリーも浮かせに手が出せないんで、お元気くん、さあ溜まったぞ、さあ貫通昇天しました。さあもうかなり追いつきましたね、残りが、バイパーさん、お礼、小手くん、小本さんです。さあ、バイパーさんが座る、これでバイパーさんが、はい、負けるとあのステージが変わって結構ややこしくなりそう。しかしここに勝てばもうあとは友さんしかいないんで、あとは人海戦術で、さあ、コントロールが変に入った、はみ行くか、お、今ジャンプコマンいった、そしてお、当たらん、さあ、背が入って、お、背中に行く、ただあれもね、やっぱり慣れてるとガードが分かりやすいんで、お、ジャンプダイバー落として、さあ、今のはさすがに投げにいけない、まだあるぞ、これ、チュンリー投げで死にますかね、おお、テイクコンドル、あれはコパンでもダメかな、どうなんだろう、ちょっと低かったからな、落ちないのかな、落ちる、落ちる落ちますね、さあ今のちゃんと中キック、どうする、おくらセコンドルかな、さあ今の失敗か、さあ埋めていくか、あれで表いくの、あれで表いくの、すごいな、さあテイクコンドル、どうぞ、決まった、どうする、落として、うわー、どうする、うわー、なん今のはなんか押しちゃったかな、なんか中キックっぽい音もした気がするんで、まあでもあそこはホークスカイは冷静におそらくしゃがみガードで終わるボタン離し台風もやってると思うんで、何でしたね、さあ大将トモさんの竜、もう関東の強い竜使いがみんなホーク戦がうまいんで、もう、まあ、実際とかやっぱこの組み合わせちょっとね地上戦の差が跳ねてるんで、ハメもそう簡単にループしませんからね、お、大丈夫だ、しかしここは速攻で中足、お、今当て方いいですね、さあハメいくか、あ、相打ちになった、よし、即死圏内、当たって、おお、はめに行く、まあ、真空もあったんですけどね、やっぱいろいろ考える部分もありますね、さあ、カウント入って、コントルからのコンドル、コントルからのコンドルからのコンドル、地上戦、もうコントルダイバーを打つことによっても地上戦をしていくという、あ、でもダメだよ、いったか、終わったと思って今、さあトモさんこれ踏ん張れるか、あ、コンドル、コンドルからのコンドルからのコンドル、おっと、コンドルからのコンドル、
締めたのはバイパーさんです。本日はワンピー側の勝利です。皆さんお疲れ様でした。すごいな、コンドルがもう何回入ったか分かんないですね。ワンピー側が勝った勝因は間違いなく A4 ベガの運が良かったからですね。あれはひどかった。あれは龍が小波動拳重ねてバックジャンプ大キックで終わってたっぽいんで、まあそういうのをね、こうそういう状況になったらこれで詰むっていうのを龍側がまあちゃんと覚えておいて実行すれば、まあそれで終わりなんで。はい、どうもお疲れ様でした。さあ、じゃあね、今日はワンピーチームの勝利、バイパー A4、茶丸、タコス様、杉、ハゲ、長州、コテ、金子、友座という構成ですね。じゃあ今日リーダーのお茶丸くん、写真代表していきましょうか。
はい、配信は、まあ、0時になったら終了いたします。
Come on.